はい、どうもこんばんは、ちしりです。今日は椅子についてやろうかなと思うんですけども、キャンプで使う椅子っていろいろあるので、それのレビューをしたいかなと思います。サザンポートってあのコーナンが作ってるアウトドアブランドっていうのかな、オリジナル商品なんですけど、犬とキャンプする前にとりあえず安いものを揃えておこうと思って買ってたんですけどね。なぜ安いんですよ1000円とか1500円とか2000円とかで何もかもが揃うのでそれで一通り一回揃えたんですけどね。よいしょ。まあまあコンパクトで釣りとかでもいいかなっていう椅子ですね。こんだけやもんね、これ高さこれぐらい。これを外せばただの椅子もういいよねまあうん、キャンプで1回持っていったかな、2回持っていったかな。ちょっと座るのにいいかな。山登りするときにはいいかも分かりませんけどね。これぐらいの、これぐらいの重さでしたら。よし。じゃあ次。はい、これも一緒。サザンポートの、普通のキャンプチェア。これ最初、一番最初これ買ったんですね。痛いねん、ここが当たるから、なんちゅうの、血が止まりそうになる。しんどい、この椅子はさすがに。でも1500円だから、それぐらいの値段やったから、最初はそんなもんでいいかなとは思ったけどね。一応ドリンクホルダーはついてます。よいしょ。ね。もうだいぶ変わってきましたね、キャンプ道具も。で次。これはいつも使ってるノースイーグルのアグラチェア。地べたスタイルの時はよく使いますね。よいしょっと。よっ。よっこいしょっと。いいよ、これ。ここ。見て、こっち。まだ見えへんから。ちょっと、ちょっと、ちょっと。ごしゃべりこかな。はい、そして手は、はい、はい、待ってしょ。で、まあこれぐらいのあれなんですけど、ここちょっと狭いのね、これは。だからこう足開けた時にどうしてもここが当たっちゃうので、まあ、いつもちょっと痛いなぁとは思ってたんですけど、でもペロこうやって痛きしようと思ったらこんな感じで十分かなと思います。よし、次まあ簡単やしね、こんだけやし。よし、次。後で片付けるの大変だこれこれはキャンパーズコレクションのeNEXT チェア、ベンチか、eNEXT ベンチか。よいしょ。名前もあんま覚えられなくなってきた。これひょっとっと、これひょっと。基本、座るというか、物置になってますよね、いつも。ちっちゃいから持っていくけど、ちょっと横が弱いのね、これ。よいしょ。まあ、2人掛けなんで、2人座っても全然余裕ですけどね。こんな感じ。大体でもこの辺にカメラ置いたり、なんか荷物置きにしてますね、いつも。よし。まあ、畳むのも、やっとかなあかんな。こうやって、こうやって、こうやって。もうこれだけやからね、
便利なのでいつも持って行ってます。はい、次。次が、キャプテンスタックの、これもアグラチェアなんですけども、横がついてるのね。で、ちょっと広い、ね。これは使いやすいよ。で、気持ちいいし。よいしょ。だいぶリクライニングの幅も広いしね。いやー、よいしょ。あれ、全然違う。窮屈さが全くないもん。ここ横サイドあるからいいね。低いし前かがみになってもこうやってできるし、これいいですよ。メイなかなかいい感じだと思いますけど、前に寄せりゃ別にこれで、うん、これはいい椅子なんではないかなと思います。地べたスタイルの場合はね。よし、うん、で、畳んでもそんなにかさばらないんで、大きなチェアよりもやっぱりコンパクト、これぐらいかな。はい、次。次は何しよう。ヘリノックス、ね、なんせ高いものを買いたくなかったから、これ中華製なのね。よいしょ。中華製なんで、これヘリノックスに比べたらそれはすごく軸が細いです。で、弱いで、うねうねする。値段相応かなと思うけどね。こんな 2,3 千で売ってんやったら、これでそれで我慢できるんやったらそれでいいけど。そんな悪いこともないけども、座るとうねうねがすごい激しいね。で、前のめりになるとちょっと怖い、かなり怖い。うん、すっぽり収まっていいけどね。でもあんまり、最近はこれはあんまり使ってないかな。やっぱりヘリノックスになるかな。よいしょ。全然違うもんね、やっぱり。高けりゃいいってもんじゃないけど、いいね。やっぱりしっかりしてるよ。何グラム？すんごい軽い。しっかりしてるわな。横もないし縦もないし、横もそんなに動かないし、しっかりホールドするし、それはやっぱり違うよね。こう並べたら分かる？だいぶ違うよね。形は一緒なんやけどな。軸の細さとがだいぶしっかりしてますわ、ヘリノックスは。よし、よよいしょ。
がいいっていうのはよくわかるような気がします。はい、次で、ロースタイルはいいとして、次はこれしよっか。よいしょ。これはコールマンのコージーチェアなんですけど、なかなかカラフルで可愛らしい。今度からちょっと背が高くなるんでね、その分大きくなるけどね、やっぱりでもちっちゃいのね、このコージーチェアは。こんな感じ。まあ、バイクとかのツーリングには無理やけどね。でもよいしょ、結構こじんまりしてて、ロースタイルでもハイスタイルでもどっちでもいける感じかな。しっかりしてるよ、これやっぱり。よいしょ、うん、ビクトムセイ針もいいしね、すごく。こうなってくると高いテーブルがいいのかな。うん、まあ、これでぴったりぐらいかな。うん、ただね、狭いね、やっぱりちっちゃくなる分横幅がないから、足広げるときはやっぱりここ当たっちゃうよね。うん、もうちょっと大きい方がいいかな。でもこれでもキャンプ行きますよ全然 OK ですよそんなハイバックとかじゃないから。よし、次なんや。これはロゴスのラップドチェアね。これは、布部分が別になってるやつね。よいしょ。これフレームだけね。よいしょ。それで、よいしょ。これフレームだけ。ヘリノックスと一緒やね。入れて、これがね、足がほらチッペンデール、あの猫足みたいになってるからすごい安定するのね。ほんで深いんですよ。よいしょ。だいぶコボッとしてるよね。まあ前に出れば、足がここが高い分当たらなくて済みますけどね。そのくらいお尻低いけど、お尻低いけど、こんな感じでどうでしょう。よいしょ。まあここからここが長い分座りやすいですね。深く腰掛けたらもうこんなになるけど、よいしょ。まあこれで煮炊きができないこともないんで、テーブル入れればいいんじゃないでしょうか。はい、よいしょ。ああ、もうしまうのはね、取って折って畳んで、よっ、これでおしまい。こんな感じ。よし、次は、最近ヒマラヤに行くことが多くて、ビジョンピークスをよく売ってるんですけど、営業されて買ったりしてますけど、カンフィーチェア、これ面白い形で、なかなかもう一発で開けるし、これ
すごく便利なんですけども、これ穴が開いてないのにカモなんですけど、ここ穴が開いてないからちょっと蒸れるかな。夏向きではないね。でもフレームはしっかりしてるので、もう完璧。もう、ね、お揺れ大丈夫、これ楽よね。こういう椅子が普通に使えたらいいんじゃないでしょうか。カンフィーチェアね、いいっすか大丈夫ですか、暑いっすか。あそこにいてなさい、座っといて、はい、あそこ来たらもうちょっと向こう行って、もうちょっと向こう行ってよいしょ、そこで寝たらダメ、よいしょ、はい、OK、次これは大きいね。いつ、うん、まあ、いつもよく持って行ってる、これいつも持って行ってる、アディロンダックのキャンパーズチェア。やっぱりでかいよな、こんなにでかいもんな。これでもやっぱ座り心地はいいんだよね。アディロンダックっていうだけあ、いいね、生地はしっかりしてるし、手もあるし、これだけあればいつも落ち着いて DVD とかいつもこれで見てますけどね、いいんじゃないでしょうか。どうでしょう、アディロンダック。カナダやったっけ、アディロンダック州って、なんか多分そうやったような気がする。やった、はい、次、次はコールマンの3段階にリクライニングできる、何チェアやったっけ、これレイチェアか、よいしょ、これちょっと大きいですけどね、横幅も。その代わりすごく心地がいい、よいしょっと、はいよ。で、展開は簡単やけど、こうやってこうなるでしょ、で後ろがこうなってるよね。なのでこれを押し入れれば、まあ、普通に、よいしょ、よし、木やしね、ここ。ほんで HA はいいと思うよ、まだここからリクライニングできるからね。ここに切り欠きが2つあって、1つ伸ばすと1段階下がります。1段階下がります。よし、このもんかな。これだいぶリラックスできるよね。頭も置けるし。で、もう一段階下げると、もう完全に寝れそうな感じになる。よし、これもう天井向いてるもんな。気持ちいいこれ。よし、よっ、ゆう。収束型、後ろを引き上げれば、よいしょ、こんな感じ。よし、次、次ラストかな。キャプテンスタックの CS クラシックの、
そば。これな、しまうのが大変やねん。でかいね、ほんで。一番でかいんちゃうかな、俺が。でも、テント内で、なんか、王様気分を味わいたかったら、こういうのもあってもいいんじゃないでしょうか。よいしょ。よいしょ。こっちか。ミーシュ、どこ行くの？ミーシュ、上上がっちゃう。よいしょ。ソファーやね、こんなんな。これで焚き火とか焚き火しながら飯食うとかないよね。うわ、ふっかふか。これいい、お面白いね。いやー、キャンプでこれか、すごいなって思うよね。こんな感じ。ここが乗ってもいい感じ。よいしょ、ここおいで、おいで。ここ、もうよくな。おいで、ここおいで。よし、せーの、よくらしょ。どうと、まあ、これだけ椅子紹介しましたけども、なかなかそのキャンプに合わせた椅子っていうのを持っていくのがね、こだわらなければいいですけどね。うん、いろんな場面でいろんなものを使えて楽しいかなっていうところです。はい、お疲れ様でした。じゃあねー。